ドイツ、モーゼル菓子のブドウ畑ドイツワインはドイツで生産されるワインである。ドイツは寒冷な気候のためにブドウの栽培が南部の地方に限られる。この地はブドウの栽培できる北限とされ、主にフランスに近いライン川やその支流沿いでワインが生産されている。主なアペラシオンとしてはライン川に面したライン川やラインヘッセン、ライン川の支流であるモーゼル川、 ザール川、ルーバー川の三つの川の流域にまたがるモーゼルがよく知られている。ぶどうの品種は安価なワインにはミュラー・トゥルガウが用いられるが、寄付ワインをはじめとする高級白ワインはほとんど全てがリースリングである。ドイツで生産されるワインは圧倒的に白ワインが多い。その厳しい気象条件のために黒ぶどうは十分に色づくことができず、数少ない赤ワインも 気候に恵まれた地域のものと比べると、より色が薄い。しかし、緯度が高いことを利用して、夏季に穏やかな日照時間を長く取ることによって、凝縮性が高く、独特な酸味と果実性に富んだワインが作られる。この酸味の豊かさが、ドイツワインの調明性、殺菌性に貢献していると言われている。ドイツでは、ワインを飲んで風邪を治療する人もいる。 ブドウ畑は川に面した南向きの斜面に位置していることが多い。直射日光だけでなく川からの反射光も取り入れられるので日照量を確保できる上、川から発生する霧で寒さから畑を守れるからである。ブレマーカルモントのように最大傾斜70度近くある畑も存在し、土壌の性質と相まって味に張りのあるワインが多い。また、ドイツワインは、 ドイツ国外においては甘口のイメージが強いが、それは最大の輸出先であったアメリカが甘口を好んだため、輸出向けのものが甘口主体となったことが原因である。日本では第二次世界大戦後、カメラのライカを扱っていたシュミット賞会社長井上賞が高級ドイツワイン輸入を始めた。その意思を受け継いだ小賀守等の尽力により、1985年、 ゴロまで、ドイツワインは日本において国別輸入量トップの地位にあった。以下、ドイツワインの公的分類を格の低いものから順に示す。カビネット、酒蔵という意味で、QMP の中では最も糖度の低いドウから作られる。シュペートレーゼ、おそつまみの意味で、カビネットよりも原料果汁の糖度が高い。アウスレーゼ、棒を選別して、 収穫という意味で、シュペトレーゼよりも、さらに糖度の高い果汁で作られる。ベーレンアウスレーゼ、粒を選別して、収穫という意味で、稀に、寄付ワインとなる。甘口なものが多いが、流通量はそれほど多くはない。トロッケンベーレンアウスレーゼ名称は、乾いた果柳を選別して収穫したという意味であり、案に、寄付化を指しているが、必ずしも寄付ワインではない。 多くのブドウ品種は寄付の影響をなくしてこの域の糖度に達することはできないと言われているが一部の品種、例えばオルテガなどでは比較的容易に満たすことができるアイスバイン退治になったまま自然に凍結した状態の果実から作られるワイン特殊な製法のワインを参照配りてエツバイン以上の等級については公的検定番号アムトリッチープルーフンスナマー略称 AP ナンバーがラベルに明示される。それぞれの数字は次のように割り当てられている。あるワイン生産者が自ら所有する畑と生産設備でウを栽培、収穫し、ワイン醸造、瓶詰めまでを一貫して行った場合には、生産者により一貫して生産、瓶詰めされたことをラベルに明示できる。さらに、あるワイン生産者が単独で一貫生産を行い、 対象のブドウ畑を遅くとも、収穫年の1月1日以降に自ら管理していること、そして製造責任者がワイン醸造の専門教育を修了しているという条件を満たしている場合には、特定の農場において一貫して生産、瓶詰めされたことを示すことが認められる。ある事業者が他社の生産によるブドウを購入して、ワインを醸造、瓶詰めした場合、 また他社が生産したワインを瓶詰めした場合には、こうした生産者表示の対象外となる。ドイツワインは甘口が多く料理に合わないというイメージを払拭するために、近年のドイツは辛口ワインの表示に力を入れている。2000年には、上質辛口ワインの品質等級に、クラシック、さらに厳しい品質条件をクリアするセレクションのカテゴリーが設けられた。 また同じく2000年に、ドイツ高級ワイン生産者連盟及びその地区組織が、以下の高級辛口、甘口ワインの表彰を設けた。なお、リースリングを100%使用した、ラインガウ地区独自辛口白ワインの名称、カルタワインがあるが、認定母体のカルタエステートが2000年に、VDP ラインガウニが併されている。以下にドイツワインのラベルの例を示す。ありがとうございます。